奈良さんの醍醐味チャンネル。始まりました。始まりました。今回もお願いいたします。奈良さん。はい。5月、今日今撮ってるのが15日。15日。J リーグ30周年おめでとうございます。はい、おめでとうございます。J リーグの日。お誕生日 J リーグ。おめでとう。J リーグおめでとう。そんなに、まあでもさ、そのうちですね、昨日14、で、はい、結構その記念マッチみたいなのがあって、はい、ありましたね。はい。行ってきたんですか、国立。行ってきました。国立競技場、鹿島名古屋。行ってまいりました。これはもう普通に見に行ったんですか？いや、一応、なんだろう、こう、OB のレジェンドとして、こう、ゲストで、こんな感じで。あ、光ってるけど。お、こんな。あれですか？なんか、中央ラウンジって、そのビップ席、はいはい。すごい。で、一応こう、ラウンジにこう座ってる方が、こうゲーム前に、こう会食ができる、こうスペースがあるんですよ。うんうん。で、いろ、すごく、広範囲に。はい。で、そこに、今日まあ、ホーム側の、OB レジェンドとして、奈良橋、元山雅史、鈴木隆之、で、本田康人さん。うん。で、黒崎久志さん。おぉ。で、長谷川義一さんが、まあ、そこにこう、顔を出して、皆さんと、こう、歓談するというか。試合前に、はい。で、サインとか、こう、写真とか、こう、撮って、皆さんと和気あいあいするという。どうでした？国立の雰囲気は。もうね、最高でしたね。だからやっぱり、56,000何百何十何人ぐらい。で、僕わからないんですけど、ゲーム前に、なんか、ラッドウィンプス歌ってましたよ。はい、僕、わからないんですけど。やっぱりわからないんですか？はい、僕わからないんですけど。で、その方たち。それは予想通りです。その方たちが、こう、歌ってて、で、周りに、こう、なんだろう、こう、子供たちとか、こう、ダンサーが、はい。はい、すごくこう一緒にこう踊ってくれて、こういい雰囲気をこう作り出してまして、まあ鹿島サポーターもそうですけど、こう名古屋のサポーターも、まあ数少ないですけど、こうたくさん来てて、本当にいい雰囲気を、その周り、こう、ファンサポーターが作ってくれましたね。これは大悟さん、もう選手はもうやるしかないですよ。っていう雰囲気を作ってましたね。うん、もうほとんどじゃ鹿島サポーターです。そうですね。やっぱどっちかというと、本当に、うん、8、2ぐらいで。すげえ。もう鹿島サポーターがたくさん来てます。まあもちろん、ジーゴさんもいらっしゃいましたし。はい。で、僕会ってないんですけど、川淵さんとか。そうなんですか。あ、そこが、そういう方たちも来てたらしく。はい。こう、そういう、こう、雰囲気の中で、そうですね。こう、試合が始まった感じではありましたね。これですよ、大悟さん。はい。もうね、僕たち何回も言ってますけど、この僕たちのこのチャンネルを岩浅監督は絶対見てるであろう。このツートップから、はい、あそこから。いや、そっから連勝ですもんね。失点もないんで。はい。で、まあ、名古屋が、もう名古屋も確かこの試合は9戦負けなしぐらいだったんですよ。好調同士。はい。で、鹿島も4連勝で。まあでもそのなんですかね、ゲーム通してを見ると大枠ですけど、名古屋はほぼほぼ決定機はなかったゲーム。はいはい。ちょっと攻めあぐねてましたし、まあだから、まあ鹿島が、まあ前半、一つ、ユーマ選手が、樋口選手からのコーナーを、はい。ヘディングで取ったんですけど、立ち上がり、10分ぐらいですね、10分ちょい。はい、はい。で、もうすごかった。効率がもう大歓声で。かっこいいヘッドでしたもんね。はい。で、そこで、主審の方が、ちょっと VAR の、はい。まあ、そこでやりとりしてて。うん。まあ、だから、そこで、ちょっとこう、相手をブロックした
こうですよね。これ稲垣選手が誰かついてて、はい、ここにその、それをついていこうとしてるところで、ここで転んでるんですよね。そうなんです。ちょっとユーマ選手が、ちょっとこう、お尻でブロックして、で、そこで稲垣選手が転んで、まあ、そこで VAR で、そこが取られて、ちょっとノーゴール。どうなんですかあれは。奈良さん。これね、大悟さん。ちょっといいですか、はい、これ。これ言ってください。これ、だから、こう、なんですか、選手目線でいくと、あそこまで VAR で取られちゃうと、これもう何もできないなっていう、すべてが。はい。まあ、こう、はっきりしますけど、ええ。でも、あそこ、ね、こう、ブロックしてるのは、やっぱサッカー流れだと思うんですよ。そこも僕、醍醐味だと思うんですよ。まあ、このチャンネルも醍醐味チャンネルですけど、で、あそこまで取られちゃうと、もう何もこう、なんだろうな、こう、すごくそういうこう、せめぎ合いというか、うん、そういうのが、僕は本当それもサッカーの面白さだと思うので、うん、これをこう VAR で取られちゃうと、ちょっとやっぱサッカーの面白さに欠けてしまうので、なるほど。そこはちょっともう少しなんですかね、まあ、主審とか VR、見てる、VR で判定する方も、そこはなんか、なんか失ってほしくないなっていうか。いや、これ、そのブロックのね、なんか、判断に関しては、細かいのちょっと僕もね、詳しくないですけど、はい、はい。鈴木優馬が決めてるじゃないですか。だから、稲垣がついてた選手が決めてたら、わかりますよ。はい、そうなん、そうなんですよ。そうっていうのないですか、はい、気持ち的に。あります、あります。気持ち的な問題で。あります。だから、もう、鹿島側みんな絶対そこはもう気持ち的に。ねえ。はい。もう、だから、まあ、わかんないですけど、用意してたセットプレイかもしれないですよ。はいはいはい。そうですね。だからそこをやっぱり VR で取り消されてしまったので。はい。だからそこでこう、さらに僕は、なんか、鹿島はスイッチが入っちゃうんじゃないかなっていう。あ、なるほどね。はい。ここで、またこう、メラメラ感が、こう全体で、はい、こう入っていたなっていう中でですよ。で、そこでね、しっかりと、またコーナーキックから、はい。まあ、鈴木優真選手が、はい。そこはこう、しっかり、決めてくれましたし、はい。はい。セットプレーですよね。セットプレー、はい。はい。また、右のコーナーキックからだと思いますし。それが29分。29分。かっこよかったですね。かっこよかったです。審判に。それでちょっと、これで、このゲームのベストプレーは、ピツカさんと仲間選手がそこを行かせなかった。行くな行くなっていう。あそこはブロックしてね、今度は、はい、はい。いい意味のブロックを二人がしたので、あそこは本当に大きかったです。あれでね、イエローとかになっちゃうとまた、はい、いろいろめんどくさいことになりますから。そうです。こう余計なこうカード取られちゃうと、ユーマ選手にも良くないんで、チームにも良くないですけど、はい、で、まああそこが本当にこうベストプレーだったっていうところもありますし、だから本当に、こう、大枠見ますと、何ですかね、こうしっかり、こう鹿島の方が先制しましたし、はい。で、まあ4-4-2というか、そこのブロックの、やっぱりその基準も早いんですよ。鹿島。あ、失った後の。はいはい。失った後に、しっかりこう、この442のブロックを作りますし。はい。で、とにかく。はい。はい。こう、サイドの中盤、長尾選手と。はい。こう、仲間選手。はい。が、まあ、名古屋が後ろ3枚じゃないですか。はい。で、そのやっぱ前から行くところに対して。はい。まあ、2トップは行くじゃないですか。2枚に。はい。はい。はいはい、で、で、数的不利になるじゃないですか。3人ですよね。はいはい。で、そこで、まあもし、例えば、名古屋の藤井選手にボールが入ったら、はい、このまま名古屋選手が行くんですよ。ぐっと。ここで、はい。はい。で、ぐっと行って、で、そこでヒロ選手がちょっと押し上げる感じで、はい。はい。で、そこでしっかりこう、規制をかけるんですね。で、これ逆もしっかりで、はいはい。野上選手に行ったら仲間選手が行くっていう、
まあ、そこは本当にこう、まあ、守備で、全体として、そこは、うん、なんだろう、こう、用意していたものを、はい。こう、しっかりできていたと思いますし、うん。で、押し込まれてもですよ、名古屋に。ある程度押し込まれても、はい、特に、左サイドかな、森下選手が結構前に行くじゃないですか。行きましたね。で、前に行きますけど、で、やっぱ後ろ4枚は中央固めるんですよ。はい。しっかりこう中絞りながら。はい。で、やっぱそこのサイドの中盤の中間選手と、うん。こう長尾選手が、もうここ、そうです。そこまでこう、もう帰ってきて。そうです。はい。こうサイド国制して。はい。で、そこの、まあ、特に森下選手。はい。をもうほぼほぼ、こう封じ込めた。こう感じがあったので。ねえ。だから、この、そこのサイドの中盤の献身性っていうのは、すごく光ったなっていう。なるほど。はい。感じがしましたね。そうですね。はい。ここはやっぱ、ここはやっぱでも名古屋強みですもんね。そうです、そうです、はい、うん。で、そこをやっぱり、まあ、マテウス選手とかも、まあ、いろいろこう、なんですかね。そう、幅広くは動いてましたけど、はいまあやっぱり要所要所はしっかり、まあボランチ2枚とか消してましたし、うん、やっぱりそのユンカー選手と永井選手も、まあやっぱ関川選手、上田選手のセンターバック2枚が、うん、もうしっかりそこは、もう、大悟さん、はい。あのね、ちょっと関川選手の成長が、いや僕も思ったんですよ。僕はすごく嬉しいです。どんなところが成長しますか？昔は、はい。ちょっとこう、何ですかね、自分の身体能力に任せて、はい。ちょっとこう、ポジショニングとか、ちょっとこう、集中を欠く場面とか、はい、うん。そういうシーンが、まあ、あったんですよ。はい。で、やっぱり、これだから、岩政監督も、そこはやっぱ当然求めていたところで、はい。やっぱ庄司選手と上田選手が帰ってきて、はい。やっぱこの二人の背中を見て、うん。いろいろやっぱこう感じてるところは絶対あると思うんですね。はい。で、間違いなくその二人が行って成長してますし、で、やっぱそういうところの、それやっぱ集中書くシーンとか、うん。こう曖昧なポジショニングとかも全くなかったりしたし、うん。もう本当に、前半の43分ぐらいかな。なんか一個ミドル打たれたんですけど。はい。あの、中央ぐらいから。はい。で、全く逃げずに。はい。もう顔面ヘッドで。顔面ですよね。ありました、ね。はいはい。そこでクリアしましたし。だから、なんですかね。相手を、まあ、抑えることもできますけど。もう本当にそこインターセプト狙って、こう前向きな守備もできてましたし、ここはすごく、なんか5番が頼もしく感じましたね。感じました。僕もそう、なんかちょっと早送りで見てたんですけど、はい。全部ちゃんと見てないですけど、なんか風格がね、なんかもともと鹿島のセンターバックっていうっぽかったじゃないですか、ここ数年から。はい、はい。で、それで、ね、その、秋田、岩政、上田とかそういう系統のなんか感じが。そうなんですよ。風格出てきましたよね。はい。だから本当に、こう、前節もね、セレッソ戦で点取ってますし、だから本当、攻守において、まあ、特に守備で、まあ、風格が出てきた。うん、やっぱり、秋田さんの背中をね、岩政監督は見て、で、岩政監督の背中をね、庄司選手と上田選手が見てっていう、そういうやっぱ、流れがね、関川選手にも着実にこうついてきてるんで、でもやっぱり一緒に並んでやってるとかっていうのはやっぱ成長に大きくこう、そうですね。繋がるわけなんですね。はい。で、上田選手も、まあその相手のそのロングボールももうしっかり跳ね返してましたし、もう本当にこの二人は本当隙を与えずに、しっかり跳ね返してなっていう。まあでもやっぱり前からの規制がすごくかかってたんで、秋田選手と優馬選手の。なるほど。で、そこが規制かかってた分、しっかり後ろも押し上げてましたし、うん、しっかりこう予測もできてましたし、なんかそれが本当に同じ絵がしっかりかけたなっていう。なるほど。印象は受けましたね。強い鹿島が戻ってきましたね。はい。
まあ、佐野海舟選手とかも、後半途中から、はい、まあ、ボランチで、はい。入ってきましたけど、はい。まあ、さすがでした、やっぱり。佐野選手57分。ああ、ドイツ選手かな？はい。違うか。常本選手が、あ、ここがね、佐野選手。佐野選手。面白かった、大悟さん。はい。泉選手が名古屋の、はい。誰だっけ？内田選手。内田に変わってましたね、はい。はい。で、そこで、右に森下選手入れて、左に泉選手だったんですよ。こうですね。はい。で、そこを岩政大先生が、そこ見て、あ見て、で、広瀬選手と、常本選手を変えるんですよ。57分に。はい、これは泉選手中のところに当てたいってことですか？少しこう、そこもこうあったのかなっていう。はあ。なるほど。で、佐野選手も入ってきて、佐野選手、仲間選手変えてますね。はい。で、そこ、佐野選手をボランチにして、樋口選手を左に出して。左か、はい。はい、あ。で、樋口選手も走れるじゃないですか。はい、はい。で、やっぱ森下選手も走れるから、この二人、トスでやって、ってないね、やってますね。やってますよね。やってるですよね、多分。はい、はい。だからそこもこう感じて、まあこう、はい、蓋を閉じてきたなっていう。いや、鹿島も、だからこれでね、土井選手とか、それで知念選手が取って、海輝選手も絡んでみたいな感じで。はい、はい。途中出場の人みんなモチベーション高いっすね、なんかね。そうですね。だから、すごく何ですかね。危機感は絶対あったと思うんですよ。知念選手も、海輝選手とかも。そうですね。で、知念選手も、魂のゴールいました、大悟さん。見ましたよ、あれ、すごい、あれもう。あれだから、もう結構なんですか、もう名古屋は、ある程度ボールは、こう握ってたけど、はい。こう攻めあぐれた感じの展開が続いたんですよ。はい、はい。で、しっかり、鹿島も、442というか、そこでブロック作りながら、はい。まあ、人を変えて、うん。しっかりこう守っていた中で、あれも多分、ロングボールだったと思うんですね。ロングボールからか。はい。ロングボールから、多分あれ海輝選手だと思うんですね。そうですよね。で、やっぱ強さもあるんで、やっぱヘディングも強いんで、はい。だあれは本当に、こう海輝選手の良さも出ましたし。なるほど。だからあそこも、確か一つ前に知念選手が決定機外してて、はい、はい。で、それをまた名古屋のボールを回収しながら、はい。で、ゴールにつなげたんで、はい。なんかあれはすごく気迫も、知念選手の気迫も感じましたし、すごく執念も感じたんで、はい。なんか強い鹿島が戻ってきた、はい。強いチームができるゲーム運びを、はい。してた感じはありましたね。すごいじゃないですか。あと一個でも、この人はピッチ立ってましたね。はい、はい。左岡選手。はい。42個は大きいと思いますよ。僕だって撮っちゃいましたもん、後ろ姿。写真を？はい、写真撮っちゃいましたもん。ガラケーでですか？いや、一応僕、タブレット持ってるんで、それで撮っちゃいました。ガラケーだとほら、コミツみたいになっちゃうんで。いや、そう撮っちゃいました。はい。じゃあ、でもここで使われる点っていうのは相当信頼得てますね。いや、本当そうだと思います。長谷川監督には。はい。まあでも、天文取ってますしね。はい。まあでも本当に、もう、はい。こう、鹿島のゲームだったなっていう。なるほど。で、これでまたゼロなんで。ねえ。5試合連続、無失点？はい。だと思いますし。でもやっぱり、何ですかね。走切るとか。うん。そういうところをこう全体で最後までやりきってましたね、みんな。うん、こうボール追い越すとか。はい。こう球際厳しくいくとか。そこにやっぱりそのサッカーの、なんだろう、本則っていうのを、すごく大事にしてる。うん。なっていうのを上から見てて、すごく感じましたし。では、まあ、岩政監督も、得点した後は、もう歓喜？ちょっと あんまりおしゃれではないやつですよね。はいはい。そうそうそうです。気持ちが先に出るやつですね。はいはい。
もうだから現役の頃から変わらない、その後、はい、こうセレブレーションというか、そこも出してくれてましたし。はい、いや、でも、あの、知念選手のゴールの時、みんなこうゴール裏バーっていったあのシーンとかもね、なんかいいチームが、あの、雰囲気がいいんだろうな、みたいな。よかったですね。すごく一体感感じましたし。で、僕が見失かったのは、こう、カメラマンさんも行くじゃないですか。ガーッと。はい。カメラマンさんが、ちょっとこう、ダッシュして、近づいた瞬間に、転んでしまってる人がいたんです、一人。ちょっと恥ずかしかったな、だろうなっていう。雨もありましたね。はい。ね、こう、ちょっと滑るから。はい。でも、やっぱ仕事人なんで、転んだけど、すぐ、こう、カメラを、はい。撮ってました。そこは見失かったです。じゃあ、その雰囲気と、鹿島の強さが存分に出た30周年スペシャルマッチですね。したゲームでしたね。まあ、特別な本当にこう雰囲気を作ってくれた、まあ、サポーターの方にも、僕感謝したいですし。うん、まあ、でもやっぱり、ね、特別な、なんか僕、鹿島って、なんか特別なゲームっていうのはないと思うんですよ。このチームって。はい。やっぱ毎試合、やっぱりその勝ちにこだわるチームですし、ね、やっぱり30周年で、ね、やっぱりその J リーグスタートで鹿島名古屋っていう、そこでやっぱ J リーグとしては、すごく特別なこうゲームで国立っていうね、そういう大舞台っていうね、雰囲気を作ってくれましたけど、はい。やっぱ鹿島っていうのは、やっぱ毎試合が本当特別なゲームですし、はい。とかやっぱ勝利にこだわるチームなんで、やっぱそういったところをね、毎試合、決勝戦のつもりで戦ってほしいなっていう、OB を代表して、はい。はい。言わせていただきます。いやー、いいコメントですね、最後。とんでもないです。